今回はお月様を作ります。錫合金鋳造セット G を使います。ゴム板を使う錫合金鋳造とは、ゴム板で型を作り、錫合金を流し込み固めます。下書きをして、下書きをゴム板に当て、裏から硬いものでこすり転写します。転写が薄かったら鉛筆などでなぞり、線の上をカッターで切ります。この穴を開けた部分に錫合金を流し込み固めます。下書き時の注意、注ぎ口は上につけます。このデザインの場合、右図は空気がたまって失敗します。デザインや角度を工夫しましょう。突き出た部分などには空気がたまりやすいので、彫刻刀で浅く溝を掘り、隅にたまる空気を抜きます。空気が抜けると隅まで錫合金が届きます。失敗しても何度でも挑戦できます。次に錫をへこませる型を作ります。薄いボール紙にへこませたい形を書き、カッターで切ります。少量の木工用接着剤をゴム板につけ、厚いボール紙に貼ります。接着剤が型からはみ出さないよう注意します。先ほど作ったパーツも貼り付けます。火を扱うため軍手をつけます。もう一枚の厚いボール紙の短辺から1センチほどのところに、カッターの刃の裏側で折り目をつけ、少し曲げてゴム板の上に重ねます。両側から板で挟み、クリップで留めます。錫合金を注ぎやすいように注ぎ口を斜めに傾けます。ガスコンロとレードルを使い、直火で錫合金を溶かします。注ぎ口から錫合金を流し入れ、10分ほど固まるのを待ち、型から取り外します。注ぎ口をニッパーで取り、尖った部分で怪我をしないよう、ヤスリでよく削ります。金属磨きべらで表面を磨き、完成です。ドリルで穴を開けて、ストラップもつけられます。